デジタルハリウッド佐藤です学びを止めるようなプロジェクト前回に引き続きですね、はい、リブリーの後藤さんにお越しいただきました、はい、後藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、前回あのサービス紹介をねしていただいたわけですけれども、はいはい あのー、今回はね、ちょっと後藤さん、はい、なんでこういうサービス始めたのかなとか、なんで起業したのか、うん、そして、えー、これからどうしたいの,、はいそのね、僕らやりたいのは教育改革なんですけれども、はいはい、デジタルを使った教育改革、どんな方向で考えてるのかななんていうことを聞いてみたいなと思っていまますわ、はい、かりました、はい、後藤さんあの、あれでしたよね、ドコモのイノベーションビレッジ、インキュベーションプログラムの2期生。はい そうですね2期生で、ね、いや大変はその時はお世話になりました、うん、ちなみに、はい、私もメンターをやらさせていただいておりましてどんなことやってたっけちょっと忘れちゃったんだけどあの時であの時はそれこそ NTT ドコモの人とかにも入っていただきながら、うん、あのうちのビジネスをより伸ばすためには何をしたらいいんだとか。うんうん それで、ドコモの人とのアライアンスとかも検討したりとか場所も貸してくれたり資金提供をしてくれたりインキュベーションというこうういベンチャー企業教育をようというイノベーターに対して支援をしてくれるプログラムそれこそ佐藤さんみたいなメンターの方なんかが何人もいて週替わりで指導してもらったりとか結構、ぜいたくなプログラムでしたね。 何年前だっったけあれが2013年の末からじゃあその頃からじゃ起業をしたわけですよねどうして企業をしたんですか実はどうしてっていうところに現体験ってところになるとすごく遡ってきちゃうんですけども僕小学5年生の時にテレビ見てたんですよで僕その時あんま勉強好きじゃなかったんですけどこのテレビ見てたら たまに NHK スペシャルとかで発展途上国のほにゃほにゃ村のほにゃほにゃちゃんが、うん、ありますねあの学校に通いたいんだけど通えないみた、うん、いな、うん、あるじゃないですかあ,るあ,るあれを見たときに、うん、なんで僕はこう勉強したくないのに勉強させられていてはい、ね、なんでこうしたいのにできないんだろうというところが、うん、すごくこう違和感を感じたんですよね。うんうん、で僕なんかそれが その子が悪いことをしたからじゃなくて、たまたまそこに生まれたからだもんね。何も悪いことしない人気格差ってやつそうです。それがなんかおかしいなっていうのを思ってずっとこう考えてたんです。何ができるかな。でその時に僕の夢が世界平和に。世界平和。はい。でそのために何ができるかなっていうところをこうずっと考えてた時に、最終的に僕が行き着いたのは教育と雇用だったんですよ。はい。教育と雇用。はい。教育どこに生まれてもその人にとって適切な教育が受けられて。 能力開発されそれが要はテレワーキングとかを使いながら要は途上国ですごくす晴らしい能力になった方が例えば東京に来て働くって言ったら東京の GDP 上がってくるじゃないですかでもその国の GDP って上がらないじゃないですかそうすると実は国ごとの GDP がくないんだね埋まらない広がっちゃう逆に広がっちゃうかもしれないというところで遠隔で働けるみたいなところもすごく興味が。 あ,のあって、まあ、そういう意味でその教育と雇用というところをセットにすれば、うん、あのどこに生まれても自分の可能性を最大限に発揮できるような社会を作れるんじゃないかなと思ってまあその2つにすごい興味があったと。うん、でその時にその要は教育要は一人一人に合わせた教育みたいなところに非常にずっと興味があった状態だったと。でそれとは同時時ににです、ねうん、あの高校生の時に僕 あのガリベだったんですよ。一<ー>日十二時間とか十四時間とか三百六十五日勉強できますみたいな感じでやってたんですけど、ねうんうん、その時にやっぱりカバンが重たかったりだとか、あとはその模擬試験とかに、ね、自分が解いて間違えた問題に似ている問題を解こうと思った時に、うん、その問題を探す手段がなかったんです,よんですね。なかなかね、はい。Google でこんな問題って調べても問題出てきてくれないので。はいはい、なるほど。なのでなんか世の中にあるすべての問題が 全部一つのデータベースになってればいいのになっていうふうに。なるほど。はい、高校三年生の時にも出て。はい。あの、日本には学習ね、指導要領という、あの、勉強をここまで。やりましょうという、あの、あれだけ構造化された立派なものもあるわけですし。そうですね。あの、やっぱり市販の民間の教材も。はい。あの、そういったことに合ってますもんね。そうですね。はい。各社さん、さまざまなこう、バラエティに富んだものを提供されてたりとかするので。はい。 なんで世の中の全部の問題集とか過去問とかあれが全部こう有機的につながるようなデータベースになればいいなと思って、うん、えっとまあ高校生の時にそれを思ってたんですけど高校から高校3年生の時にこんなサービスあればいいみたいな大学生になって大学3年生になった時に、うん、ふとそれを思い出してインターネットでこう調べてみたら、うん、そ,れそんなサービスなかったんですよ世の中に。であのこんなサービスないんだよなって友達に話をしながら。うん じゃあないなら自分たちで作ろうぜみたいな話になって学生の大学在学中に<ー>、はい、起業することになりましたじゃあもう大学出て在、えー、学中にか学中起業をもしたという感じで大学4年生の時に起業の準備を始めて大学の修士の1年生ののこに今のはリブリーという名前なんですけども当時株式会社フォレストそそうかそう名前かあの時フォレストだったもん、ね、あそうなんですよ、うん でその当時のフォレストを創業したという感じになってます。それが2012年ですね。はい。わかりました。12年ずいぶん経つね。そうですね。今どうですか。実現できてますか。えっとまだまだあの自分たちが思い描いてた思い描いているサービスにはまだまだと稿呼ばない状態。何パーぐらい。う三パーか。あ、まだそんなもん。十パーか。十パーもいってないと思います。そう残りのじゃ九十パーこれからねどうやって。 ていきましょう、はい、どんな世界を作りたいですかえっとですね、えーっとまあ、リブリー自体は、うん、あのデジタル問題集のサービスではないんですよデジタル問題集のサービスでは。要は僕たちがやりたいことは、うん、一人一人の可能性が最大限に発揮できる社会を作ろうっていう話をしていてその中でこうその子の学力に応じた学びを提供するいわゆるアダプティブ・ラーニングみたいなところとか、うん、その問題集のデジタル化っていうのは、うん、本当に一つのなんだろう 教育の中の中ファクターに過ぎなくて、うん、もっとその,その子の興味に、うん、要は合わせたその学習の提供であるとか、うん、その子の特性、うん、例えばその耳を聞くのが得意な子とか<ー>目で何か見るのが得意な子とかそういう特性に合わせた子によい適切な教育を提供する。うんうん もしくはまたこの集まってきた学習履歴のデータを使ってそれをこう適切に先生とかにお見せするとかね先生がもっとこの生徒さんの実際の学習履歴とか状況みたいなところを把握した上で適切な指導ができるそのサポートをしていくみたいなところもやっていかなければいけないって考えるとまだまだ,まだやらなければいけないことがあるかなと思ってますまさにアダプティブ・ラーニングとかパーソナリズド・ラーニングって言われている世界ですよね。はい、そこ これから作っていきたい,と思い、ね。作っていきたいなと思います。ぜひ期待しておりますので、後藤、はい、さんこれからも頑張ってください。はい、はい。今日は、あの、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。